ヒロです。今日もよろしくお願いします。今日はですね、リッチー・コッツェンさんの湯引きでのソロについて研究してみたいかなと思っております。今日も楽しく最後までよろしくお願いします。このチャンネルはですね、アドリブに関する知識を楽しんで学んでいただけるチャンネルにしたいなと思ってやっております。ジャンル問わず様々なギタリスト、様々なジャンル、素晴らしいアーティストをピックアップして、研究して皆さんで、楽しく学んでいきたいなと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。5月から、ノートの方で教材の方も販売しておりますので、概要欄またチェックして見てみてください。よろしくお願いします。ということで、デモ演奏で聴いていただきましたリッチー・コッツェンさんの、指弾きのソロなんですけども、まあ今までと同様にちょっとアドリブの、その、まあ、ライブでやってたですね、あのアドリブスタジオ版のソロっていうのは基本的にはあんまりこのチャンネルではやらなくて、まあアドリブでやってたアーティストのかっこいいソロ、まあアドリブ、ライブでのアドリブってそのアーティストのなんかこう本当の部分というか、すごく真の部分が見える気がしてて、だから僕はそこの研究をするのがすごく好きなんですけど、でリッチー・コッツェンさんの今まで3回ぐらい取り上げましたけど、多分同じライブですね、同じライブの YouTube の動画から、あ、ここかっこいいなというところを取り上げてお送りしたいなと思いますが、で今日ちょっとそのタイトルを指弾きの研究っていう風にしたのは、まあ、もちろんアドリブの研究もその弾いたうちの半分ぐらいしようかなと思ってるんですけど、その前半部分に弾いたちょっとカッティングっぽいなんかプレイもすごくかっこいいなと思ったん で以前多分コメント欄にもちょっとこういうリッチーのこういうところをピックアップしてくださいみたいなのを要望があった気がしたので、まあ、それもあり、はい、作ってみました。ということでまずそこからいこうかなと思うんですけど、冒頭にやったそのカッティングっぽい部分に関してはちょっと譜面は作ってないんですが、そこはまあ場所的には別に簡単なんで口頭で説明すると、キーが C シャープマイナーです。6弦の9、人差し指でで小指で1、2弦の12、2つ押さえます。まあこここんな感じです。で右手なんですけど親指で6弦弾きます。で1、2弦は右手の人差し指中指で弾きます。こんな感じで、こんな感じで親指2回、人差し指中指1回みたいな感じで続けてたんですね。みたいな、ここ非常に面白いんで、ぜひ指弾きやったことない人とか、まあ指弾きっつってそのなんかアコースティックのなんかこう定番な感じのではなくて、どんどんこう最近進化しているこうハイブリッドでピッキングしている人とかいますけど、まあ、そういう新しめのこうテクニックですよね。ちょっとやってみてください。これ早くすると難しくて、なんかスティービー・サラスのフレーズにもちょっと似てるような感じですよね。ただまあそこをリッチー・コッツェンの場合は最近は指弾きでやってるので、そこ非常に面白いなと思ったので入れてみました。なんかすごいパーカッシブな感じになるのでぜひやってみてください。はい、でここから本編なんですけど、ここからは譜面があります。また C シャープマイナーペンタトニックの1は確認しておいてくださいですね。前回もなんかっていうリッチー・コッツェンの C シャープマイナーの、フレーズをやったと思うんですけど、同じ曲かな、ちょっと分かんないけど、はい、で、今日のフレーズがっていう感じですね。まあ、どっちでもいいですけど、C シャープマイナーで、最初ルートからですよね。でそこからここはこう半音階でやってますね。この8の音がドリアンの音なんで、ここでちょっとこうフュージョン感が出ますね。ここのもうフォームはもうリッチーさんがよく使うナインス、セブンスのフォームですね。僕デモ演奏ではこうやったんですけど、ここはちょっとどっちか分かんなかったんで、はい、で2小節目がここはすごくよくあるようなペンタトニックの感じですね。
次がここで何インスの音に、ここ何インスの音なんですけど11の音がね、でここに向けて半音でスライドしてて、これ結構フュージョン系の人はよくやる、でリッチー・コッツェン自体もよくやる。でここの音を出すと急にこう何インスってこうおしゃれ感を手軽に演出するのにはこうもってこいなので、このナインスへのスライドが非常にポイントになっているかなと思います。ここはぜひ一連つなげて覚えるですね。なんかその普通にペンタトニックでロックだみたいな感じだけではない感じがしていいですよね。でいつもそうですけど、こうやってペンタトニック周辺で覚えた場合はぜひ転調してみてください。例えば A にしたら、これ今さっとやってますが、なかなか多分やりにくいと思います。僕もフレーズが難しくなればなるほど転調しようと思うとこうできないんですよね。でただこれをやっていくと、習慣づけていくと非常にこう、なんていうか、いろいろ覚えたフレーズを自分のものにしやすくなると思うので、ぜひこれは習慣づけてやってみてください。あともうちょっとだけいきましょうか。ここもまあペンタっぽいですよね。で次またナインス、という感じになります。はい、まあ、YouTube でのレッスンっていうのはまあ、さらっとで本格的なレッスンっていうのは対面のレッスンだったりとかオンラインレッスン、ノートでの教材の方でかなり深くやっていっていますので、まあ、気になった方とかはぜひそちらの方もチェックしていただければなと思います。ということで明日もまた面白いフレーズをピックアップしようかなと思いますので、楽しく弾いてください。ではまた。